エチワスモチ太郎です。さあ本日もベルディ動画になります。本日の動画が、プレーオフ準決勝戦でございます。昨日ですね、11月26日日曜日、ホーム千葉戦がありまして、結果がですね2対1、なんとかですね、プレーオフ決勝へ行くことができました。死闘でございました。なんとかね、この動画が上げられるのがね、本当に嬉しい限りでございました。本当にドキドキ、ワクワク、いろんな感情がね、あったプレーオフ準決勝戦、簡単にね、振り返っていきたいと思います。まずはですね、序盤にね、マテウス選手の顔面セーブありました。本当に危なかった。千葉がね、やはり勝たなければ、上がれないということでね、前からかなり、攻めてきて、序盤は本当に苦しかったですね。もう大チャンスがいきなり千葉に転がってきたところ、マテウス選手が顔面でねセーブして、本当にもう心臓止まりましたね、あれは。素晴らしかったですね。でなんとかなんとか耐えに耐えて、で、30分過ぎですね、貴重な先制点ですね、中原選手、これで3試合連続ですか。いや本当に素晴らしいですね。混戦の中、左足ね振り抜いてね、見事な先制点でしたね。それまでほぼほぼチャンスがなかったんですけれども、本当に貴重なね先制点取りまして、そして前半終了間際にですね、キャプテン森田浩樹選手、ヘディングでね追加点、これがでかかった。まさかまさかの、2点ね取って、後半に折り返しというね、素晴らしい、出来でしたね、前半ね。まあ本当に守備でね、耐えて耐えてってところだったんですけれども、まあ本当に2点よく奪ったっていうところですね。後半はもう防戦一方でしたね。なかなか攻撃できなくて、まあね、難しかったですけれどもね、なんとかね、耐えに耐えて、まあ1点ね、80分、ぐらいですかね取られてしまって、そっからね崩れなかったのもねまた良かったですね。しっかりディフェンス陣、粘りましたし、マテウス選手のねセーブもありました。本当に、まあ、チーム全体でねなんとか守り勝ったっていう感じでしたね。素晴らしかったです。本当に自分もねゴール裏で声枯れてました。それぐらい人もねたくさん多く入ったね、準決勝戦で森田浩樹選手の1ゴール1アシスト、素晴らしかったですね。もうまさにキャプテンがね導いてくれた、そんなね、試合でした。勝ってね決勝国立へ行けます。ここね勝てたっていうのが何より大きいですね。ホームアドバンテージでね引き分けでもまあ行けるっていうところだったんですけれども、しっかり勝って、国立へ行けるっていうのは、これはもうものすごく大事なことですね。引き分けでねこうなんとか決勝というよりかは、本当に勢いを持ってね決勝へ行けるので、ここ勝てたのは本当に大きい。しかもね後半戦乗りに乗っていた千葉相手にね、強敵千葉にしっかり勝っていけるっていうのがね、本当にさらにチームとして一個強くなれたんじゃないかなっていうふうに思います。まあね試合はね本当にかなり死闘でしたね。いやー疲れましたね本当にね。そして、もう今週ですね、土曜日、国立決勝があります。相手はですね、今シーズンシーズンダブル食らっている清水ですね。まあ強敵ですね。メンツを見ても本当に J2 の中では本当屈指のもう J1 レベルと言ってもいいぐらいの選手層ですね。まあ難しい試合になると思います。ホームアドバンテージがあるとしても、やはり清水からしたら勝たなければいけない試合になりますので、清水と千葉同様、かなり圧力をかけて、ね前半からフルスロットルでね来ると思います。
千葉戦がね、運よく先制点取れました。本当に改めてとにかく先制点がね大事っていうのが本当にこう痛感されましたね。かなり千葉もあの先制点でねかなり追い込まれたと思います。ここで先制点をねしっかり取れればかなりプレッシャーね与えられると思います。まあ本当に守備の時間長くなる可能性がとても高いと思います。そんな中でもね少ないチャンスを生かせたのでね、次もミスをねしっかりつけるように先制点をねとにかく取りたいというふうに思います。そしてまあこれはまあ個人的な願望といいますか、シーズンダブル食らっているので必ず勝って J1 へ行きたいと思います。もちろんホームアドバンテージをね生かして引き分けでもいけます。ただまあ J1 そんな甘くないと思います。ここで勝てなければやはりいけないなっていうふうに思います。難しい相手でありますし、かなりね難しいと思いますけれども、ここまで来たのでねもう残り試合はありません。これのみです。悔いの残さないよう勝ってね、もう本当に森田浩樹選手もね言ってました、本当に死ぬ気でね J1 つかみ取りたいと思います。声枯れてますけれども関係ありません。もう個人的には喉から血が出てもいいぐらい声援を出して後押しして守備の時も攻撃の時もね全力で応援したいと思います。国立ですね。本当にもう1週間切ってます。この1週間本当にドキドキワクワク不安、本当にね千葉戦も寝れませんでした前日ね。本当に悔いの残さぬよう1年間ね動画等でねこうやって応援ね個人的にしてきました。集大成をねぜひ見せてほしいなと思います。次ね動画を上げるときは J1 昇格の動画を上げられるように本当にねここ勝負です。全力で応援したいと思います。当日ヴェルディサポーターの皆さん、全員でね J1 行きをつかみ取りましょう。というわけで本日の動画以上になります。12月2日土曜日ですね、国立決戦頑張って応援しましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。頑張りましょう。ではでは、さよなら。